セルジオエチゴ、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 1945年7月28日体は、ブラジルサンパウロ出身の元プロサッカー選手。現在は、サッカー評論家、指導者、日系ブラジル人、2世。現役時代のポジションは、右ウィング。株式会社栃木ユナイテッド、HC 日光、アイスバックスの運営会社。 代表取締役兼 HC 日光、アイスバックスシニアディレクター。日本ワンプティサッカー協会、ジョファ最高顧問。ブラジルサンパウロ州サンパウロで、日本からの移民の両親のもとに生まれる。17歳の時に、サンパウロの名門コリンチャンスのジュニオール、ユースのテストに合格する。本人によれば、テストを受けた際に皆が、ミッドフィルダーに手を挙げたため。 手をされてつい手を上げそびれた結果、余ったミィウィングとしてプレーすることになった。しかしライバルが少なかったのが高層し、ミッドフィルダー志望者が5分ごとに交代させられる。一方、セルジオは20分間もプレーすることができた。同期は、元ブラジル代表のロベルトリベリーノで、今でもブラジルに帰った際は休校を温めている。しかし1年で契約を解除されその後は、 鉄骨関係の会社でセールスマンとして2年ほど働いた。元コリンチャンスの肩書きは大きく、商談相手とサッカーの話をしたり、草サッカーをするだけで物が売れていったという。その後、ブラジルの二部チームを渡り歩いた後、日本の社会人チームからアマチュアサッカー選手としてのオファーが彼の元へ届いた。当時の職場の上司に相談したところ、お前はバカか。仕事を覚えられて、 サッカーができる上に金までもらえる。もしお前が断るなら代わりに、俺の息子を生かせる。と言われ、日本へ渡ることを決意した。1972年に日本サッカーリーグ一部の東和不動産サッカー部、湘南ベルマールの前身に入り、1974年までプレー。セルジオは当初、あくまでもアマチュア選手として仕事の余暇にサッカープレーするものだと考えていたが、 実際には、童和不動産はほぼ一年中合宿生活を送っており、プロ時代以上の練習量に驚かされることになる。日本人の監督、コーチの非合理的な指導に対し、セルジオが戸惑うこともしばしばあった。JSL 発の元プロ選手の加入は大きな話題となり、日本デビュー戦となった1972年開幕戦の三菱重工戦には、 同年の JSL の1試合平均観客動員数の4倍となる2万人の観客が国立競技場に集ま、日本サッカー協会では元プロ選手のプレーの是非をめぐって議論が起き、その後、外国人選手の試合出場は来日、登録から半年間は認めないとする新たな制限が設けられた。1974年に東和不動産の新外国人選手として、 セルジオ自ら、ブラジルで探し当てたカルバリオは、その後二度の JSL 一部得点王に輝いた。引退後は、一旦ブラジルに帰国したが、1975年からは、新興チームの英大産業サッカー部で、コーチになった。しかし、英大産業は、本業の不振の煽りで1977年シーズンを、前に活動を停止してしまう。1978年からは、 コカ・コーラの講演の下、日本サッカー協会公認のフィファ・サワヤカ、サッカー教室、後のアクエリアス・サッカークリニックを開き、平田育夫と共に北は、北海道から、南は沖縄まで、全国津々浦々を回り少年サッカーの指導普及に、勤めセルジオゴハ杯を開催。延べ50万人以上の少年少女を直接指導する。これが評価され、2006年に、 文部科学省の2006年生涯スポーツ功労者表彰2013年には外務大臣表彰を受けた2017年4月極日総交渉を受賞日本サッカー協会の協会委員会で委員をやった時期がありハンスオフトを続投させようと思っていた川淵三郎に反対し実績のある監督を呼ぶべきだと言ったその後ファルカンが 日本代表監督を務めた時に代表スタッフの一員となっている。2006年8月よりアジアリーグアイスホッケーチーム、エッジ、シートチギ日光、アイスバックス、当時は日光神戸アイスバックスのシニアディレクターに就任。全く畑違いの競技であるが、選手たちにプロの心構えを教えてやってほしいの一言がきっかけだった。試合では自身もベンチに入り、 ハーフタイムに選手たちを鼓舞するほか、TV 出演の際にはアイスバックスの宣伝を欠かさないなど、精力的に活動している。現在は、鋭い動作力と、低多楽な日本代表をぶった切る毒舌で人気を白し、日本サッカー界のご意見番として君臨している。戸籍には含まれていないが、親からは、吉尾という日本名で呼ばれていた。現役当時、 他のブラジル人選手同様、気化して日本代表になってくれるよう頼まれたが、自分は中身はブラジル人だからと取り合わなかった。ロナウジーニョやリベリーノがドリブル時に使い有名なエラシコという外に行くふりをして、内に進み相手を置き去りにする、ボールを素早く外に叩くふりをし、内に叩き進むフェイントを考案し、リベリーノに伝授した。本人によれば、 ペレやガリニシャの技を真似して自分流にアレンジしてやっていたところ当時のチームメイトであったリベリーノが面白がって自分でもやるようになったということであるリベリーノによればあるテストマッチの時にエチゴがエラコをしフルバックのエドアルドがピッチ外に出されそうになるほどのフェイントになったリベリーノは自分の見たものが信じられずエチゴに何をしたかとうと エチゴはやり方を教えてみせた。エチゴはリベリーノに僕が発明し、君が完璧なものにしたと言っている。来日当時日本サッカーの故郷ブラジルとのレベルの差とサッカー人気の低さに大きな失望と戸惑いを感じたが、サッカー教室を清水で開いた際子供たちのレベルの高さとサッカー熱を見て日本にブラジルがあったと感激したと語っている。 娘のエチゴユイはタレントとして活動していた。イビチャオシム、フィリップ・トルシエ同様に日本のマスメディアのあり方には苦言を呈している。辛辣なコメントをする姿勢について厳しく言うのは日本サッカー界に良くなってほしいから。サッカー人気とメディア露出が落ちていけばスポンサーも減少する。そうなると自分たちの仕事も少なくなると理解を求めている。 セルジオサッカークリニックを毎年開催、大飛飛散の社会貢献活動の一環として、セルジオ越後をはじめとする講師による実技指導と交換試合を小学生など向けに行っている。この他サッカーは、日本代表のレベルを上げるための施策として、J リーグの外国人枠の撤廃もしくは拡大、アジア人枠の設置、海外組ブランド選手の見直しを提唱している。 日本サッカーリーグ成績。コールスパンイコール4日本。コールスパンイコール2リーグ戦。コールスパンイコール 2JSL 杯。コールスパンイコール2天皇杯。コールスパンイコール2期間通算46、46。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。